月30日、日本時間31日、シカゴ、大谷翔平が3番、DH で先発出場し、今シーズン第13号となるソロホームランを放った。映像、相手投手、お手上げ、の表情と反応を打ったのは4回の第2打席。ホワイトソックスの先発右腕、ジオリトが投じた真ん中高め151キロの直球を捉えた打球は、 センターバックスクリーンに飛び込む飛距離132.6メートルの弾丸アーチに、まさに打った瞬間文句なしの一発であった。ジオリとも、打たれた瞬間にスタンドインを確信した様子で天を仰ぎや、やられた、と言わんばかりに口を開ける素振りを見せた。このホームランに ABEMA 解説者で MLB でも活躍した川上健伸氏も、やられている打者に対しては、やっぱり嫌なイメージはありますよね。 と言及ジオリトはこれまで大谷との対戦成績で20打数6安打とやや苦手にしていたが、まさに、お手上げといった表情は、大谷が放った豪快アーチの凄みを象徴するワンシーンでもあった。前日は4打数ノーヒットとやや疲れも見えた大家の復調を感じさせる一発に、視聴者からも、ジオリトキラー、これは休めと言えなくなってしまう、といったコメントが寄せられている。